体験談発表をいたします。静岡教区を代表いたしまして、斉藤恵美さん。
そういう人に私はなりたいです。悩んでいる友達や悲しんでいる人がお寺にいたら、お寺に行って一緒にお題目をお唱えして、みんなが幸せになったら嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、神奈川府教区を代表し、大滝純子さん。ありがとうございます。ご新人を始めて約半世紀、その間にいただきました数々のご利益談をご披露させていただきます。私の両親が入信いたしましたのが昭和28年、当時私はまだ中学生でございました。本格的にご新人を始めましたのが高校に入ってからでございまして、クラスに同じご新人をしているお友達がおりまして、3人揃って朝参詣をさせていただいておりました。ある時、当時のご住職日泊聖人より、そこの三番ガラス、妙高塔のお掃除をさせていただきなさい、美人になるよとお声をいただきまして、翌朝から3人揃って妙高塔の清掃ご奉公を3年間させていただきました。学校を卒業いたしまして、キーパンチャーの仕事に従事しておりましたが、秋口だったと思いますが、キーボードを叩いておりますと手の指に痛みが生じまして、そのうちにだんだん感覚が鈍ってきたんです。で、手を見ますとインク壺の中に入れたように紫色になっており、その後今度真っ白になりまして、ちょうど老人形の手のようになっておりました。ぬるま湯に手を入れまして温めますと、今度は先ほどとは逆に白から紫、そして真っ赤になって、そして戻るのです。これは職業病ではないかと思いまして、会社の診療所、また横浜市大病院にも行きましたが、こんな病気はありませんよ、血液の循環が悪いだけですのでマッサージをしなさいということでした。その後結婚をし出産いたしましたが、7ヶ月に入ったばかりの早産でございました。夕方、私の異常出血に母が気づきまして、急遽手術となり、一命は取り留めましたが、もしもう少し気づくのが遅れていたら危なかったということでした。それからそのまま子供もできないまま何年かが過ぎたんですが、もしかして前回の手術が原因ではないかと思いまして見ていただきました。そうしますと、何の異常もありませんよ、できない方が不思議です、心配いりませんと言われました。あ、それならご法様にお願いしようと思いまして、一生懸命にご祈願させていただきました。しかし何年経っても子供は授かりませんでした。その後、ある商事会社の浄化槽部門に再就職いたしまして、その頃から今度は目の痛みがひどく、近くの病院に1年くらい治療に通いましたが、一向に回復することなく、ある時先生より、あなたの目は私にはこれ以上怖くて治療することはできません、紹介状を出しますので大学病院に行ってくださいということでした。大学病院の眼科に行きますと、教授は何やら熱い本に目を通されておりましたが、あなたの目は内臓から来ているので内科に行くようにという指示が出ました。いろいろ検査をいたしました結果、告げられた病名は難病である高原病でした。で、私の場合、まず普通の方よりか体中体内の水分が非常に少ないこと、それから寒くなると末梢血管が収縮してしまい血液の流れができなくなること、それからあと皮膚もそうなんですが、内臓の壁っていうか皮っていいますか、そういったものが全部硬くなってしまっているんです。そのために子供ができても10ヶ月という間お腹の中で育つこともできず早産になるそうです。で、早産になってももし産んだ場合は母子どちらか一人しか救うことはできませんよって先生から言われました。
ご祈願をさせていただいて10年経っておりました。その時初めてご祈願をさせていただいて、子供が授からなかったことがご利益だったんだということを知りました。それからまた仕事の方に戻りますが、25年勤めまして一つの営業所を預かっておりました。ところが大勢のリストラを行わなければならない状態になりまして、いくつかありました営業所は全部閉鎖され、20代それから50歳以上の男女は全部平成7年の12月末をもって退職されていきました。私もその中の一人でございました。ところが私だけ違っていたんです。あなたは営業所の今持っている顧客を全部持って独立しなさい、取引に関しては今まで通りの会社名を使っていて構いませんよということで、翌年の2月再出発いたしました。事務員を雇いなさいと言われるくらい忙しい毎日が続いておりました。ところが今度は7月に入り、乳がんが見つかり手術となりました。独立をしたばかりでもう仕事はダメだと諦めておりましたが、入院中は会社の方で面倒を見てくださり、また術後の回復が早く、入院をしてから20日で退院をし、もう翌日からは車を飛ばして仕事に復帰することができました。ところがその年の12月にありなり、私の扱っておりました家庭用浄化槽の製造中止を言い渡されました。そのため翌年からは仕事が減少いたしました。そのおかげで母と お寺三家お香三家をさせていただくことができるようになりました。そんな母も平成14年体調を崩し入院いたしました。その後母のお階段をご修復させていただきまして、7月19日ご修復の御礼と母が元首である教皇皇のお席主をさせていただきました。お香が終わりまして病院に行き、母に無事にお香が終わったことを報告しますと、母はそうありがとうって言っておりましたが、お香が終わるのを待っていたように、それから5時間後に静かに帰着いたしました。それからは母のご信心をしっかりと骨董相続させていただきまして、また現在は体の方も落ち着いており、教区長のご奉公をいただきまして、教区の皆様と一緒にご奉公に気張らさせていただいております。ありがとうございました。続きまして、神奈川教区を代表し新倉博さん、ありがとうございます。新倉でございます。本山と私というテーマで私の体験をお話しさせていただきます。平成元年10月の人間ドックの折、検査終了後面接医から胃にちょっと気になるものがあるので精密検査を受けてくださいという話をされました。で早速内科に行きまして検査をしてもらいましたところ、内科の医師はしばらくは内科的処置ができるが将来は多分切除した方がいいでしょうというお話でございました。でもう一度まあ病院に来てくださいというお話になりまして、再度病院に行きましたが全くお話は同じでございまして、しばらくはいいでしょうけどもという話でございましたので、自分でも考えましてすぐに外科の医者を紹介をしていただきました。で外科の医師にはもう一度内視鏡にて精密検査をしていただきましたが、やはり結果は同じで、しばらくはどうということもないけれども将来的には切除した方がよろしいんじゃないかというお話でした。でそこで家に帰りまして、家内とも相談をいたしまして、外科の医師に早い時期での手術をお願いいたしました。
そして12月の初旬に入院をいたしました。私は知りませんでしたが、外科医より家内にお話があり、ご主人は胃に第3段階まで進んだ進行性の癌がありますと、そのために手術をしますという説明があったそうでございます。手術の日程も決まりましたので、家内が当時所属しておりました、西王子のお同士小山西洋商人にお話をいたしました。お同士から、それでは早速お助言をいたしましょうというお話をいただき、担当のお教務さんの古市聖光氏にお話をされ、早速お助言をしていただきました。お助言には娘も加わりまして、大変熱のこもったお勧進をいただいたそうでございます。そしてお助言をしていただいたとき、連合庁からも大変良いお勧進をお上げすることができたので、新倉さん大丈夫よとお話があったそうです。家内からは病院でお助言をしていただいたよというお話を聞き、その時大変にこの力が湧いて、この中からですね、ありがたいなという気持ちになりました。よし、病気なんかに負けるもんかという気持ちになりました。そして家内からは、自分でも一生懸命ご法様にお願いをしなさいと言われまして、ベッドの枕元に懐中ご本尊をかけさせていただきまして、毎晩毎朝お参りをさせていただきました。また手術の1週間ほど前に、古市聖光氏からたくさんの方のお勧進の上がったお好みさんをいただき、それをドロドロに溶かしたものを家内が病室に持ってきてくれまして、手術の前に毎日いただき、大変感激をしました。手術の方は大変ありがたいことに、とても腕のいい医者に入院もらいました。腕がいいかどうかというのは私は知らなかったんですが、手術が終わりまして、数日経った時に病院の事務長が、新倉さんよかったね、あの先生が来たおかげで相当難しい手術ができるようになったんですというお話を聞かされました。当時所属のチームの副同士からは、新倉さんご主人なんだって、でも心配しなくて大丈夫だよ、みんなでお邪魔させていただくからねと大変明るく励まされたそうです。手術の授業は順調に回復し、そして私は、一度家に帰ってのんびりしてらっしゃいというふうに言われました。しかし食事にはできるだけ消化の良いものを食べてくださいと、そして何を食べたかということを全て記録しておいてくださいというふうに言われまして、一時帰宅が終わりまして、病院に行きまして、その記録表を提出いたしましたところ、新倉さん素晴らしいですね、100点満点ですと褒められました。本当に家内には感謝感謝です。平成2年2月には退院して、ぼちぼち会社に出ました。業務はエレクトロニクス関係の設計の、責任者でございまして、大変仕事も忙しく、部下も大変多かったんですけれども、非常に幸いなことに業務の方は非常に順調に推移しておりまして、その時点での失敗は全くありませんでした。でこの平成2年という年は物流街道日線商人100回ご恩期のご昇天でございます。ご昇天でございます。4月29日に本山の参詣がありまして、家内が一緒に本山にも参詣させていただこうと誘ってくれましたので、まだ完全不調ではなかったんですが、思い切って参詣をさせていただきました。お参詣も無事成就しまして、本堂正面の階段の下、ちょうどその前のところでございますが、夫婦でおりましたら、所属寺院のお同士、小山西洋商人が
階段の上から私たち夫婦を見つけられ、階段の下まで降りてこられ、右から何をお話しされますね、体調はいかがですか、気をつけてお帰りなさいと声をかけてくださいました。いたわりの声をかけていただき、なんかこう大きな力で前に押し出していただいたような感じがいたしました。この本の安産家の上で台北付近にも地震がつきましたし、まだ積極性も出てきました。今でもその時のことを思い、ありがたかったなと思っております。それから13年間他への移転がないかということで経過を見ていただくために病院に通いましたが、ついに13年目にしてもう大丈夫でしょうという、まあ、医者のお話でございました。現在では明るく励ましの声をかけていただいた小山副局長とともに州会議員として州会に、また市長協議会副局のご報告をその時の御礼のつもりで一生懸命させていただいております。今病気のことを振り返ってみますと、一つにはがんが平気を破って外に出ていなかったこと、そして社内の医者に出会えたこと、お茶の方に、またお母さんの方に大きな励みになったこと、家内が献身的に面倒を見てくれたこと、仕事の面では全く心配がなかったこと、まだ体力が完全にない私を家内が鉄上心を持って本山三景に誘ってくれたこと、その本山三景で現在ご交流の西条商人にお声をかけていただき、大きな力を与えていただいたこと、ことに対しここで改めて心より御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。以上をもちまして、体験談発表を終了いたします。